はようございます。出ます。ご機嫌が悪い。ご機嫌が悪いというか、よくならんけど、せやけど今日は今日で助かったもん、このもやし君のおかげで。あら、何事、何事。嬉しい。その携帯電話の、あのツイッターとかやってるやん、なら、これがまた新しくやってんけど、おかしなって思うてんの、ツイッターが。新しい携帯にしたかなってことやな。そうそう、さらでツイッターのなんかやったんや、おかしなって思うて、なんか入ってくんのか、わけのわからんのばっか入ってくんねん、ツイッターに。株とかな、なんかあの FX とかな、なんかうさんくさいのいっぱい入ってくんねん。ああいうのってその視聴者に合わせて送られてくる。ちゃうやん、それ見てへんねん。だからもう丸々変わってもうたから、私な、あの新しい餌やもんで食っちゃうから。餌やもんで、ほんで飽きわからんって思うて、ほんで昨日、それもパニックとってストレスや。おい、お前やしに言うて。だから、彼、ツイッター始めたのを、彼が一番最初に僕の携帯を触ってくれた。そうなんです。あ、そういうことだ。僕が登録、はい。え、携帯得意だよ。まあまあ、はいはい、そうですね。人並み。去年、おととし、な、はい、あの、12月や、ツイッターでどないすんねん、だからやりますか、ピッピーやってくれて。ほいで、親父に相談したら、今日、見事に解決したと。おお、よかった、元に戻ったという、あれでやります。いやいやいや。いや、たまには。いや、元気さん男らしいのが、その、やっぱ戻すには、パスワードとか、いるんですけど、普通ちょっと言いにくいじゃないですか、自分のパスワードって。何があるかわからんから。そうもうそんなことですか。これ黒井さんやね。黒井さん、ね、あそう、あんま気にしない、世代なんですかね。覚えておいては黒井さんらしい。黒井さん。9613黒井さん。黒井さん。あの、銀行の暗証番号。もう何でも黒井さん。黒井の財布をひったくって、はい、銀行に行って黒井さんでお金を下ろしてください。まあ用が入ってんから大丈夫。黒井さんお願いします。あ、でも元気さんも普通にパスワード大きく出てました。僕が気まずかったです、逆に。なんで聞いていいんかなって。そのだって正直僕悪用できるわけですよ、元気さんの今あれとパスワード知ってるから、やろう思えばできるわけです、まあもちろん信用してくれてるからっていうのもあるでしょうけど。というかしたらお前と分かるやんけ。いやまあそんなもん何言ってんの。そうだよ、ね、何かあったらあんもやしやわってなるやん。生きよ知らんねん。するわけないけど。いやでも助かってもあれ、はい、いやでも元気さんもツイッターね、今ほんま人気ですから、弁当シリーズが。弁当猫シリーズ弁当猫シリーズ。じゃあそれが心配になったんよ。ほんなら、まあ、見てくれてはるやん、わずかな方でもファンがね。ほんならそれがものすごく心もとなかった、はい、もう1年以上もさ見てくれてはるわけや、まあ、それをこう邪険にはできん、はい、どうしたらええねんって戻しました。ほらわけのわからん FX 入ってくるわ。なんなんあれ、ツイッターそれで儲けたのかなとか思えへんかったかやな。思うかそんなもん。もう誰もなほんとに。おとなしなりよったわ。そんな変な心配しはるしな。今もそんな心配せんやつの紹介見よ。見てるやつがあるんじゃ、わしがあげようかあげまいかって言うてるやつやったよね。ああ仲間も業務仲間もしゅんとなった。いや、分かってへんで、お前の展開が下手くそやねん。トークの持っていかない下手くそやねん。上から来るやろ、こいつな。これがあかんねん。上に下手くそ。これ神回ですよ、これ。神回。こんな機嫌悪いことないねん。いや、悪くないねん。普通やねん。全然もう。ただな、明日保険証作らなあかんとかな。この、これや今日も一段。保険代。月。38,000円来てん。リアルな気が。儲けてんねんもん。儲けてへんねん。これおかしいんちゃうか、国が。な、そんなん払うたら俺生活できへんって、マジで。なんで来んねんって。いや、払える額や、払える。で、これをまた、な、お役所行ってやな、話せなあかんねん。話しに払われへん、事情言わなあかんねん。これまた面倒くさい、手続きせなあかんねん。これがストレスや。ほんで、胃に書いてらんねん、これ。な、行ったら休まんねやろ。手続きせなあかんねん、面倒くさいねん。して、ほなもう払うか手続きするかどっちかへんけん。今日大概こうずっとしな。いやいや、俺普通のことやと思うやんか、それ今。なんか剣あるわ。いや、払うか手続きするか、まあ、普通のことちゃうか。もう行くのが、あれですね、ストレスっていう。いや、他にもいっぱいあるからな。もう、だから今日も、毎日と早い時間喋りとってんな、はい、その後輩がな、十二指導会合ちゃうわ。あ、そうです、そうです。ここにも来たことある、雷ジャックスの黒木ジョージボンド。十二指導会合。あ、そうなんや。2、3ヶ月入院したんです。入院したんですよ。入院してるんじゃなくても退院して。いや、もう最近退院しました、ね、はいはい、そうなんです。で、そのね、その人が保険が入ってたらしいんですよ、生命保険みたいな。そのおかげでなんとか入院費が。わかるわかる。で、その話をコンコンと聞かされたら、入らなと思って。入っときや、ほんまに選手入ったんですよ。入らなかったこの差みたいな。保険、
病院で踏み倒さなかったの。いやいや、もう待って、もう待って、あんた踏み倒したやろ。過去はな。いや、かんかい、踏み倒したんかい。過去はな。踏み倒したやから。元気さん今入ってます？そうや、入っとかんとな。ほな、俺入院してるんです、膵臓で、はい、3回入院してるやん、はい、保険入ってるから、はいはい、ちょっと儲かったそうそう、儲かった金で払ってへんとこの金払ったれや。もうこいつほっとこな。いやいや、俺普通のこと、邪魔になるわ。俺は普通のこと言うてねえ。ほんま邪魔やな、こいつ。遠くも邪魔しておるわ。もう普通の話やな。普通はあかんねん。あかんねえて。でもな、儲かったで、ほんまに。国保あるやろ、はいはい、ほんで、まあ、他の保険あるやろ、はい、これな、あの、やっとちょっと浮いたやん、マジで、はい、だから多分黒木もちょっと浮いとるね。だから儲けてると思う。儲けてる。いやいや、浮くね、浮くね。高かりに、だから国保だけやったら3割負担やとかでなって、はいはい、それハローで終わりやんか、はい、ほらそれをだからその入ってる保険で補うわけやから、はい、ちょっとプラスになるから。病気バブルや。俺そうやったもん。いや俺そうやっけ。バブル、あの4年前の1回目のあの何あの入院したやん、水槽で、特にバブルやった。長いの森本病院入院してんやん、はい、10日な、それも正月からやで、はい、劇場入れたやろ、パワーで台風で。そうですね、その時、はい、な、誕生日を病院で迎えてやる、はい、寂しい10日や、過ごしたわ、はい、せやけどもうびっくりしたもん、マジで。入院で払います、はい、馬3割やから払います。ほな保険の屋のやつがおるやんか、話してな、したらマジでむっちゃ浮いたね。だから変、おかしいですよね、それって。なんかね、何なんか儲かるって言うんですよ。いやいや、でも それはでも、まあ、そのために駆け引きっていうわけ。まあまあそうですね。そういうことで1個じゃなくて2つも3つも入っとったらもっと。いや、俺1個だったんだけど、はいはいはい、うん、だから、うん、なんか高いやつ入っとったか知らんけど、はいはい、なんか儲かったで、10万以上浮いた。だからあのちょっと膵臓バブルやったよ。それもでパチ向いて枕で剥げたよ。いいな。2回目の時もたらされたで、はい、2回入院してるの、3回、はい、全部それでプラスやん。なんか同じ病気には使えないとかもありますよね。多分使えるやつやったか。いや、入院はいけんねん。あー、なるほど。手術が可能性は、なんか俺全部いけるわけ。はい、うん、だから皆さん保険はね、ちゃんと入っとかなあかん。じゃあほんまお前入って正解。入ったとかね、絶対正解。ちゃんとしたこと言い出したやろ。ちゃんと。いやでもね、ほんまに入った方がいいですね。あの、入院1日1万円とか、ね、あー、そうやつですよね。踏み倒した時は国民健康保険もなかったんで。あったわ、あの時あったわ。あの時はあったんだ。あったあった。あの時あった。あった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 。あってんて。これさ入ってますか。入ってん。入ってないですか。健康やん。いや、そうなんか。それって一番ダメですよ。まあ、こんなやつが一番やばい。そうそうそう、ほんまにそうです。己が何もあらへん、おてらさが一番ありますね。皆さん気をつけましょう。